なとこにおったわ。金崎運送が業務拡張して大宮営業所を作ったんや。俺が所長をやるねんけど、お前がどうしても言うなら社員にしたってもええで。働いてほしい言うてるんや。何言うてんねん。お前は俺の下で一生馬車馬のように働くんやで。We'll be right back.
の人がお腹壊しちゃったらしくて今日はまだ来てない。久しぶりだな。戦いを通して多くの経験を積んできたようだ。だが今のお前は大事な思いを積み忘れている。お前、誰のために走った？お前にしばらく時間をやろう。その間に積むべきをできなければお前はそれまでの男だということだ。
日みたいに天気のいい。
嬢ちゃんと仲がいいんだろう。嬢ちゃんが忘れていったこのサングラス届けてもらえない？嬢ちゃんのお気に入りらしいんだよ。忙しくて来れないらしいんだよ。ね、持って行ってあげてよ。We'll be right back.
り前やん。何寝ぼけたこと言うてんねん。ねえ、ち、話したいことがあるねん。明日うちの会社に来てもらえへんやろか。
前か。どっか行ってもうた。お別れパーティーでもするつもりやったんちゃうか。あ、お前知らんかったんか。あいつ明日大阪帰るんやで。仕事も軌道に乗ってきたし、サブちゃんに任せてる大阪本社も気になるさかいな。最近あいつ変なんや。今も会社のトラックでどっか出かけとるみたいやし、思い詰めたような顔しとったから気になるんやけど。どこ探すねん。
ちゃん、うちをようトラックに乗せて大阪回ってくれた。うち、そんな父ちゃんがめっちゃ好きやった。うち、そんな父ちゃんの後を継いで社長になってん。うち、大阪好きや。大阪におったら安心できる。どない辛いことがあっても頑張れる。そう思ってた。そない帰れ帰れ言わんといて。帰らなあかんことくらいうちにもわかる。そやけど、なんでかわからへんねんけど、からもうちょっと、もうちょっとだけこのままいさせてんか。ところで会うなんて奇遇やね。細かいこと気にしてるとハゲるで。ほらこの辺薄なってきとる。しゃあないやろ。お前と桃江の話が気になってもうたんや。あいつお前に惚れとるんや。不器用やからよう言わんけど、俺にはわかるね。気づいてへんかったんか。お前も鈍感やな。せやけど、お前は桃江のことどう思とるんや。友達か。悪かったな。ねえったら。なんだじゃないわよ。早く注文決めてよ。あら、何にも食べないなんて。また好きな人でもできたのかしら。冴えない面だな。見つかったか。怪我をした腕で走れるのか。これが最後だ。ついてこい。
トラックは勝ち負けじゃない。思いだ。まだそれがわからないのか。お前には思いの意味はわからなかったようだ。守るものがある。